速報、中日平田退団、残念。平田もう少しやれると思ったのに。両気持ちをクビにするとか中日ひどいな。プロ棋士目指せ。名古屋に一軒家建てたのに。あと1年くらい様子見るかと思ったけど早かったな。平田ってまだ34なのかよ。平田の全盛期って間違いなく一流だったからな。残念や。ヤクルトに FA しとくべきやったな。打撃型になると思ったのに守備型になっててくさ。両気持ちやし長打のないタイプやし外野やしは厳しいわな。2007の日本一現役センス壊滅か。2020、2割3分5厘、3門、17打点、1億8000万円。2021、1割5分5厘、0本、4打点、1億8000万円。2022、2割、1本、10打点、3000万円。言うてまあ残党だよな。4億丸ごとドブに捨てたようなものだし、本来なら契約が切れる昨年オフに切られてなければおかしかった。残念だが正直取る球団もないだろうなってなる。こういうベテランってどこも取らんとか言われるけど、監督とかコーチにつてがあるところがひよったりはままあるやろ。守備はまだ守れるんやろ。セーブとか拾いそうやけど。ガチでショックすぎる。めちゃくちゃ好きな選手やったし、代打の切り札として活躍するのを期待してた。あの成績じゃ仕方ないといえばそうなんだけど、功労者だし引退まで面倒を見てほしかったな。